ハロー皆さん、どうも、パワープロ2018ペナント編阪神タイガース日本一物語続きやっていきたいと思います。んじゃあね、いつも通り出番プレイ、チャンスになると俺がプレイしていく、よろしく。おい、これは藤浪でしょう。でも最近の藤浪のピッチングあんまりだ、あんましよくない。で、糸井さんの評度が、これはもう変えますか。俊介、そして江越、ウェポンが調子いいな。んなら糸原のな、ヒロドも気になるところだが、今回はんなら大山変えます。ウェポンでしょ。よし、はい、早田。でも早んな、まあ狭いから別に早田使ってもいいんじゃね、いいんじゃねっていうのはあるな。あ、ロサリオあかんで、んなら大山ファーストでええわ。よし、これでいきましょう。純国産打線でいこう。センター江越、ライト中谷、外野は鉄壁ですね。3番が原、原口どうしようかな。あげるか、打順。1番エゴシにしたらな。トリさん3番にしよう。うん。OK。これでいいわ。OK。で、5番原口。で、8番にエゴシですね。よしよしよし。このオーダーでやっていきたいと思います。チャンスは果たして作れるのでしょうか。そして藤浪はヤクルト打線を抑えてくれるのでしょうか。頼む藤浪、エース藤浪、復活してくれ。リアルな方でもゲームの方でもね、最近あんまり、本場さっきも言ったけど、頼む頼む頼む。こんなこと言ったらな、バカすかバカすか、打たれよるから。グッチ、まもなくプレイボールです。チャンスが、いや、これチャンスがこんパターンかい。原口来た、初チャンス、ライアンだからね。ボール、もちろんこれコンパクトでいいです。これ最低限やな。オッケー、ナイス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 。だ、藤浪なんでね、3点、いや5点は欲しいところ、最近の藤浪を見てると。いや、どうなる、来た、早田、5番早田、原口変えんでええやろが。もうこの6回で変えてんの原口。守備はもうこれでいいですけどね。ちょっとこれ藤浪やばそうだ。スタミナはあるけどな。オッケー、いやもうこれは代打です。藤浪には申し訳ない。糸井さん、糸井さん、ここは勝負に出よう。藤浪ね、めちゃくちゃ好投してくれてるけどよ。ライアンのスタミナももう尽きてるもん。行くしかねえ。ストライク、ミート打ち。いやでもどうしよう、ここは一発が欲しい場面。これよーしよーし、行く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 。おー、オッケーオッケー、いけるいける、もういって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 、おら、これが猛虎打線じゃ。猛虎打線始まるよー。菊沢、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 ウェポン頼む、リーサルウェポン。よし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 、これでいいんですよ。これも抜け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 ない抜け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 ない。山田、お前の守備範囲はやばすぎる。俊介、わー、あんまいコースやで。これまた、はい、どうだ、これも山田、マジかよこれ。来たね、花火だ。さあ、岩崎が出てきましたね。鳥さんから始まんのか、守備固め遅れんやん。岩崎、お前調子あれやぞ、大丈夫これ。あっ、ホンディ、あっ、ちょ待て、桑原出てきたね。よしよしよし、これはもう鳥さん変わってるね。よしよし、いいぞいいぞ、 CP 珍しく有能じゃねえか。 OK、 あっ、
チャンスは？チャンスは？チャンスは？チャンス来ない。ドリスだ、お前ドリス劇場勘弁しろよ。岩佐田の勝ちを消した男ね。これ森越は別にいいか。てかウェポン守備力 B あるからな。うん、福留がライトに入って中谷がファーストね。 OK。 よーし、リアルみたいに岩佐田の勝ちを消す男ではなかったな。ドリスようやったわ、素晴らしい。能見さんもね、高騰したんですよ。リアルな方の話な。中継ぎ能見さんめちゃくちゃええやん。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対1。ほんま阪神の投手陣とね、広島の打線が合わさった時、どんな強さを発揮するんだろうっていうのがあるな。今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前ひろで。多分これが今プロ野球で一番強い組み合わせちゃうか。阪神投手陣、広島の打線陣で、ね、やばすぎる。この犠牲フライが効いたな。あれライト幽閉だったら完全にアウトですよ。うん、よかったよかった。青木でようやく8勝目。今季2桁いっててもいいんやけどね。藤波ちょウエポン5タコマジか。中谷が猛打賞。原口変えるな。江越糸井さん、まあ俺の代打がね、ちゃー 1,2,3 1,2,3 が全く仕事してないやん。これダメだね。うん、ウエポン1番あかんかも。藤波で岩崎桑原がな、ちょっとここのとこ失点してますね。それでも防御率 2.17、 ほんま防御率詐欺男やで。よう打たれとる気がするわ桑原も。藤波選手がシャーペン、金がね金欠や。メッセンジャードロップ、あーメッセンジャー変化量下がった。まあ変化量5もあると逆にやりづらいっていうのはあるけど、それでもよ、マジか。もうメッセンジャーもどんどん劣化していってるわ。メッセよ、岩佐田、岩田の調子がいいが行かせらんねえな。メッセ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 でいきますちょっと調子があれなんですけど、糸原でも代わりの選手がおらん。ほんまにこれ上ショート北条にするとな、守備がやばいことになるんでね、なかなか北条を一軍帯同できさせれんっていう。で早田はまた調子がいいのか。ちょっと糸井さんはね変えますわ。はい、で、ライト俊介で、あーセンターライト俊介かな。じゃあライト中谷かな。オッケーオッケー。で打順はどうしようかな。これまた3番打者おらんね。ちょっとこうするか。今回1番俊介、2番ウェポンで、糸原の調子がダメと。こうだな。よし、3番打者福留でいきます。慣れ親しんだ3番で打ってこい。オッケーオッケーオッケー、これでいいわこれでいいわこれでいいわ。じゃあね、本日私、ピンチになるとプレイしていきたいと思います。やりたくないんですけどね。メッセンジャーもわりかしピンチ来ちゃうでしょう。でもやっていく。CS は間違いなく広島とやることになると思うんだよな。このまま行くと。もう広島打線やばすぎるからな。ほんま広島以外のチームが来てほしい。でも横浜も嫌だな。横浜も嫌やわ。ジャイアン、まあ、ジャイアンツにめちゃくちゃ勝ち越してるとはいえよ。どうなるか。まあ今は CS のこと考えんだ。うわーもうメッセよ。援護やった途端、ちょっとこれレフト福留だからやべえな。守備範囲激狭。ビッキー、うわーうーわ何このピンチ。甘い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 。ちょ待て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 、テンパってんのか俺、テンパってんのか俺。もうこれは無理でってか、なんで三振したんだこいつ。雄平3割1分マジか。
てストライク。次が4球目。投げました。打ちました。1、2塁。はあ。ウェポンだよなこれ。うわもうちょっと補給能力高かったらウェポン取れたなこれ。ヤマトならって打球ですけど。坂口。うわもうミートカーソルバッチ濃いじゃねえか。投げました。ああ。第3球を投げました。縦のカーブ決まってストライク。投げました。打った流し打ち。ダメかー、トーレン。いやもう走られまくりやな。さあリプレイです。タイガースここで前進守備を敷きます。ボール？第7球を投げた。あっと引っ掛けた。よーし、今のちょっと俺の守備がクソだったからホーム行けたろヤクルト。助かったがホームラン打ってるビッキーとかすんどるなこれ。オッケー、ウェポンウェポンウェポン、よーしナイス守備範囲。うわ阪神一人もランクインしてないトップ3に。マジかよ、わりかし打ってる気がするんやけどな。さあどうなる、もうメッセ変えて1勝行くのかこれ。まあ中継ぎかな。いやー行くか行くのかやだなこれ。ほら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 、おかしいでしょこれほんまに。なんなんこのゲーム。いやこれいったな。マジか、だから生かすもんじゃねえよな。そしてビッキーほんま今作バントで来てくれるんかい、超ありがてえ。メッセ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 、よし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 、ギリギリセーフやん。うわ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 、出た出た出た。はいもうこれもう次の打者考えたらな。え絶好調でしょこれ。これと勝負するのあたおかじゃねえかお前。で代打、絶対代打出してくるでしょう。誰、はた、まあ多分川端慎吾でしょうね、出てくるとしたら。いやでもこれはもうゲッツーもあるしっていうことで敬遠します。絶好調バレンティンとかもう絶対ホームラン約束されてますわ。そういう未来が見える俺には。 OK、 これでいい、これでいい。えマジか、これは超ラッキー。いや外野前進やな。1点はもうしゃあない、同点はしゃあないこれな。もう中間守備なんて機能したことないから。おっしゃ、外野前進してなかったら絶対今のは落ちてました。さあ鉄と山、この鉄と山田のところでも変えていいんじゃないかな。うんだな、もう変えましょう。これ投手も変えます。藤川行こう、投手交代。日の玉ストレート見せてくれ藤川球児、頼むぞ。もう打たれたら俺の采配ミスだ、継投ミス。第2球投げました。2球目ストライク、追い込んで投げました。見送ってボール、投げましたボール。さあ5球は5球目、打った三遊間の打球、鳥さんの守備で、よーやった鳥谷、いい守備。これサード鳥さんやべえ、おっせやなんか足引っかかっとるわ。オッケーオッケー、援護はなし。藤川がそのまま行くか。サードはもう、いやでも1点差やしなこれ、1点差かー、やばいな。オッケー、ちょっと点取れ、よし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 。ほんで横山、まあスタミナがあれやからな。ちょっともうこれ鳥さん変えますわ。うーん、さっき変えなきゃよかったか。ちょっと福留め、横山とかやばいでしょ。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で荒木投げました。初球から送ってきました。ピッチャーが左へ転がした。これ中継ぎのスタミナがなかったからしゃあないけど。なおもピンチが続きます。さあ
畠山、これは満塁策にしてもいいと思うんだよな。次誰だ出てくるとしたら。ただな、畠山調子クソだからな。これ勝負するしかねえわ、この畠山と。オッケー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 、これは助かる。誰だ、大松か。まだ残ってた。慎吾川端、劣化したとはいえよ、慎吾川端、慎吾川端ですよ。これはえぇ、ー、惜しい。お前マジでこれ、もう完全に声おかしなった。ちょ待って、お前リプレイないんかい。リプレイもう一回見させてくれ。ドリス、森越。オッケー。さて本日のヒーローは中谷。本当に今日は大活躍で、若虎最高や。7対4タイガース勝ちました。勝利投手はメッセンジャー、敗戦投手はハブ、そしてセーブはドリス。タイガース今日はいい戦いを見せてくれました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。殿堂入りだろあれ、エゴシのダイビングキャッチ。マジかよ。いつもなら落ちてる、一か八か大井川になるかって感じだったけどな。もうちょっとでメジャーの。よかった、中谷あまたも猛打賞、原口も。これはやべえわ。ヒロインはもう俺の中ではもう完全にエゴシですけどね。シーズン70勝達成、メダルおめでとうございます。福永ロサリオ、オッケー。じゃあ本日ラストやっていきましょう。疲れた。糸ちゃん使うしかないよなこれ。こうしましょう。でウエポンが調子がいいと。3番エゴシにすっか。オッケー。調子はあれだが6番糸原でオッケーです。いやこうするか、8番はね原口で固定したい。オッケー。さあ出番設定、もうね今回も最後は注目プレイでやりますわ。藤川球児いきます。そして打者にも注目していきましょう。今回はね、誰にしようかな。原口この前しちゃうな。中谷はなんか打てる気が全くしないということで、大山でいいかな。 OK、 最後もね注目プレーでやっていきたいと思います。最後はね注目プレーでやるわ。もうさっきの試合がピーク、今すっごい冷静になってるわ。
明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース19回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の風張り、対するタイガースの先発はエースの秋山、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。さあ先制のチャンスを迎えました。さあ大山2塁という場面で1打席目第9投げた、これは入れば先制だ。さらに伸びていく、見上げたホームラン、第14号先制ツーランホームラン、若虎最高。見事に初球を捉えました。今チームメイトが迎えます。気分よう寝れますわこれ。よかったよかった、めでたしめでたしだ。タイガースリードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で大山、もう1本いったりましょうか。第9これは伸びんか、これはさすがに噛みました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーはいない。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは大山。第9ボリットはボール、まずはアウトロー。第2球投げた、ボール、うっそん。第3球を投げました、ストライク、膝元厳しいところ、バッター追い込まれました。第4球を投げました、ボール、投げました、ボール。いいぞ大山、ナイス戦。第6球を投げました、打ちました、ショート左、惜しい、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ秋山はまだ行くか、まだ行くね。どうする秋山、 OK、 ほんで6点、スイープだ。今日はツーランホームランを打っています。第9投げました、スプリットはボール。第2球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、これは強い当たり、打球はそのまま伸びていく、入った入った、ホームラン、第15号ソロホームラン、若虎最高。チームメイトが迎えます。さあ秋山、もうちょっと変えた方がいいんじゃないですか。ですね、変えましょう。あ、ちょ、何してん、投手交代、藤川行っていいんじゃない、調子あかんわ。うん、これはやめた方が、逃げるか、逃げよう逃げようこれは逃げましょう、藤川行っていいんじゃない、あかんだろこの調子。桑原ですね、 OK。 鳥さん、糸井、森越か、まあこのままでいいですね。センター福留になって、これはやばい。あーああ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 あ大山、まだ大山、うーん、ちょっと桑原安定感ないな。今日3打点を挙げています。初球決まってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから、これは取るな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 取る、グッチが取る、取っちゃダメよ桑原。いやもうこの点差やしな、ここでも藤川でしょ。うん、行くわ、行きます行きます。もう点を取られた瞬間に帰るわ、申し訳ない。どういった投球を見せるのか、初球に送ってストライク、2球目ストライク、いいぜいいぞ、絶対強烈な当たり、わーわわわのわー、これ大丈夫か。川端ツーベースヒットを放ちました。さあここは守りどころです。タイガース外野は浅めの守備を取ります。初球から打ってった、ちょっと待って、ボールは中継、山田いいバッティングを
球。1球目ストレート空振り。第2球投げた。打ちました。しゃ。余裕があります。ハードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。4割並ぶ青木。外野は守備を取ります。初球打ち流した三遊間のゴロ。二塁セーフセーフセーフ。嘘ですやん。藤川ここは踏ん張れませんでした。今日は安打を放っています。バッターのプロ第9投げた。初球はストライク。まずは入れてきました。ストライク。少し迷ったか。第3球を投げた。ボール。投球これから4球目。外れた。ボール。第5球投げました。おわーい、タイミングが全然合ってなかったな。助かった雄平。勝ち試合が俺のせいでおかしくなってる。飛びつく必要性あったかな今の。ここまで2安打の坂口。第9球投げました。初球空振り。タイミング合いません。投げました。ストレートはもうタイガース。外野は浅めの守備を取ります。打ちました。ショート右へのゴロ。一塁送球。オッケーオッケーちゃうがな。いやいや、もう藤川出すんじゃなかった。申し訳ないです。調子乗ったわ。さよならあるかとちょっと一瞬ねちらつきました。よかった。さて今日のヒーローは勝利投手の秋山。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は8対4、タイガース勝利しました。勝利投手は秋山、敗戦投手は風張。タイガース全員で勝利を呼び込みました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。解消ちゃいます。全然解消ちゃいます。まあ大山のホームランに感謝せえ。ほんまにな。俊介猛打賞。中谷また猛打賞。3試合連続やん。すげえ。ヤクルトキラーつくんちゃうかこれ。ツバメキラーがあっけまま二刀流発揮できずか。素晴らしい。秋山被安打5で奪三振は10。四死球はいつも通り少ない2つで、桑原藤川が仲良く2失点ずつと、てかアッキャマン今季7勝目て。まあ最近安定感全くなかったからな秋山。しゃあないわこれ。メッセ西田移動日です。さあここら辺でですね、梅ちゃん、上げてもいいんじゃないですかね。坂本も1割6分ですからな。これ梅ちゃんと変わらねえっていうあれなんで、梅ちゃんでいいですねこれ。グッバイ坂本。またね、優勝決まったら坂本とか他のキャッチャーも上げていきたいと思います。 OK。 さあ他はなんか野手の方ってさ、まあ野手の方はちょっとねきついなこれは。特に控えが効かんでしょう。まあこのままでいいか。 OK OK。 ピッチャーは今のままでいいんじゃないですかね。板山、森越、梅野、藤浪。オーケー。じゃあね、次回は、ドラゴンズ戦からやっていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。